皆さんこんにちは、ラジコンマガジンの徳谷さんです。毎回こんなスタンスで配信していますのでよろしくお願いします。こっちは助手のタネちゃんです。今回もよく喋ります。タネちゃんです。今回もよろしくお願いします。そろそろアヒル夏の陣の告知とかもしないといかんのですが、今回もガンベイドネタです。アヒル夏の陣は開催できそうですか？ワクチンも3回打ってるし大丈夫じゃないですかね。全天候型のグラウンドですから雨天結構ですし、ま、台風でも来なきゃ開催できますよ。まあ、アヒル夏の陣の告知関連動画は次回以降にやりましょうかね。ということで、床屋さんの RC ドランカー第18回は ABC ホビーの FF リトルスポーツガンベイドの魔改造 RR 車ドイベンガー。ということで、今回も魔改造ガンベイドネタです。今回も魔改造ですか？先日のホビーショーで出しちゃった RR の方ですね。ガンベイド RR の方の魔改造車ですか？そういうことになります。その魔改造ガンベイドのリアモーターリア駆動車ドイベンガーのご紹介です。ドイベンガーってどこから来た名前なんですか？ガンベイドを逆に読むとドイベンガ。あ、そういうことですか。そういうことです。で、お尻の部分をガーって伸ばすと昔のロボットアニメみたいな感じ？その通り、響きがかっこいいでしょ。銀河旋風ブライガー、銀河烈風爆心ガー、銀河シップサスライガー、銀河通風ドイベンガーみたいな。なんで通風なんですか？風つながりの適当な二字熟語に突っ込み入れないでください。そんないい加減な命名は置いといて、これもウラガンと同時期に魔改造してしまった車体です。さすがに RR ともなるとシャシーは一から新規設計でし直しになるので、ウラガンほどお手軽じゃないんですけど、でもその分設計で融通が効くので作りやすかったりします。シャシーは完全に新設計ですね。そうですね。ちなみに本家ガンベイド MR と RR、 実はシャシー共通なんですよね。はい、パーツ単位で MR と RR を組み替えることができます。 MR しか持ってなくても RR の駆動系を用意すればコンバートできちゃう。わざわざ駆動系を用意してまで組み直すことにどんな意味があるのかわかりませんが、メーカー的にはコストダウンにつながりますので。まあそういうことですね。そういう意味ではドイベンガーは RR 専用ですが、ガンベイド RR は汎用性が高いんですね。例えばカーボン写真が出た時にお試しで1つ買って両方に特化引っ返して試して、よかったらもう1枚買って両方カーボンするとかね。それめんどくさくないですか？ですね。素直に2つ買います。でもガンベイド MR と RR は225サイズも存在する予定なので、210と225を買って交互にどっちがどっちに向いてるのか試すことができるのでいいと思うんですけどね。210と225を同時にリリースするかは分かりませんが、まあそうですね、出たら MR と RR 両方買っちゃいそうですし、いやまあ225版も出たら合計4台になりますから鬼ですね。あ、話をドイベンガーに戻しますね。で、このドイベンガーはカーボン FRP で車身を新規設計しております。とりあえずいろんなことを考えながら図面を引いてます。フロントのキャスター角はロアアームを削らなくても付けられるようにバルクヘッドとサスマウントの取り付け位置関係を変更したりね。さらに RR は基本的にプッシュアンダー傾向なのでバッテリーの搭載位置を自由に変更できるようにしてあります。そのためにステアリングサーボを前方後方に移動できるようにね。サーボを後方に移動させればバッテリーを前方に置けますので、フロント荷重をかけやすくなりアンダーステアを軽減できたりします。まあ実際にはそこまでしなくても大丈夫なんですけど、できないよりできるようにしとくのがオイラの考え方なので、バッテリーは 5mm ピッチで前後位置の取り付け変更が可能です。細かいですね。重量バランス悪いからってまたシャシーを一から作り直すなんてやりたくないし、ステアリング系はウラガンの初期状態と同じままでガンベイド標準のダブルワイパーにはしていません。マウント作るの面倒だ。気になるなら部品を作ればいいんですけど、もう本家から RR 出るの分かってるんで、ドイベンガーの出番はもうありませんよ。もったいないですね。まあその時楽しく遊んだからいいんですよ。この先はガンベイド MR と RR で遊びます。で、現状のドイベンガーはアトラスのグループ5のボディを乗せるためにリアアクセルワイドにしています。ワイドアクセルですか？はい、タミヤの TG10 用というかワイルドリリース用というか、まあリアだけなんで M03 のドッグボーンとワイドアクセルとワイドハブで組んでいます。ユニバーサルシャフトをする場合は M03 用のユニバのボーンとワイルドウィリー2用のワイドアクセルを組み合わせれば使えるんですけど、リアはスケアしないからボーンでいいかなと。 M03 のドッグもいっぱい余ってるし、ジェネティックとかならワイドサスボールとワイドユニバーサルでワイドできたんですが、一
ストラットサスでは厳しいですからね。ナックルの下はサスボールなんですが、ストラットは角度が決まってるので、どうしようもないですね。でもこのグループ5のボディはリアをワイドに作ってあるので、そのままだとタイヤが内側に引っ込みすぎてかっこ悪いんですよ。さらにリアだけ 60D にして、前後でタイヤのサイズを変えてます。やっぱりリアタイヤは大きい方がかっこいいですしね。4WD ではできないけど、リア駆動車なら問題なく再現できますし、しかもボディは同じ RR の935です。かっこいいですね。なんちゃってボディなんで、ポ、シェとか、こういう名称言えないんですが。半券が取れれば作りたいですね。ですね。まあ、代わりに取れても半券料が高くて商売になりませんしね。販路の広い大手さんしか難しいです。それがネックで、海外の車が作れないんです。技術はあっても商売にならないのは、辛いです。じゃあ、国産車で行きましょう。売りとこ探れば結構いっぱいありますよ。あ、ちなみにこのドイベンガーについてるバッテリーホルダーは、あ、MR と RR のショートリポ用のホルダーじゃないですか。そうです。破棄した試作のモックアップです。せっかくなんでつけてみました。これよくできてるんですよね。使用するバッテリーの幅と厚みに合わせて調整できる。バッテリーもいろいろなサイズがありますので、組み方でどうにかしたくて。最近はショートリポも一般的になってきましたしね。ショートリポなら横置きでもボディの側面がケーブルやコネクタで出っ張ることもなくなりますし、まさにこのグループ5のボディはドア側面がギリギリなので、縦置きバッテリーのジェネティックやアトラスのビートにはいいんだけど、横置きバッテリーの車種も正直きついんです。軽トラのサンバーなんて乗せたら普通のスティックパックだと横からバッテリーホルダーが丸出しです。それは辛いですね。でもこれからは、そういうボディシェイプのモデルも再現できますね。時代はショートリポですね。でまあこのドイベンガーもガンベイド譲りの足のおかげでとっても普通によく走る。まあそもそも RR なんで当たり前っちゃ当たり前なんですけど、でも動きはウラガンとは全然違ってて面白いんで、ガンベイド MR と RR も走り比べをしたら面白いと思いますよね。好みがいろいろ分かれそうだし。そしてやっぱり気になるのはガンベイド RR のボディですね。 RR のボディってどうしてもポルシェってイメージが強くって、ポルシェは諦めてくださいですよね。じゃあスバル360とかマツダ R360 とか鈴木、フロンテ、セルボ、キャルロあたりで手を打ちましょうか。スバル R2 でもいいですよ。マセーアバルトと呼ばれたスバル360の後継機考えときます。いやー、いろんな意味で楽しみですね。ってことでドイベンガーのお話はこれくらいで、今回も長らくのお付き合いありがとうございました。今後もいろいろなネタで展開していきたいと思いますので、またよろしくお付き合いくださいませ。ではまた。